はい、酒好きの新潟人の飲酒動画。今回は、サントリーの国搾り、チューハイです。巨峰の新石州仕立て、芳醇ぶどう、果汁が 28%、アルコール度数が 5% となってます。原材料がぶどうとスピリッツと巨峰の新石州とワインとブランデーと糖類と酸味料と香料とぶどう、可比色素と炭酸ガス季節限定仕込み芳醇ぶどう、芳醇な巨峰新石酒にぶどう果汁をたっぷり合わせました。ぶどう由来のワインとブランデーを隠し味に一層コク豊かなコク絞りになりました。だそうです。コク絞りシリーズ、まあ、いわゆるあれですね、本絞りシリーズのパクリと言われてるこれですけど、どうだか、乾杯。微妙。微妙だな。だからさ、何回か言うんだけど、果汁 28% でしょ？残りの 70% はどこ行ったん？いう話なんですけど。残りの 70% 炭酸水と酒で満たしてるってわけでしょ。だから 100% のブドウジュースに比べると明らかになんか薄い感じがするんだけど、薄い感じがするというか、なんて言うんだろうね。そこをうまくこう、香料とかでごまかしてるわ。ごまかしてとは思うんだけど。やっぱちょっと、なんか、味がこう、雑になってる感じがするね。逆にね。だから普通の果汁 3% とか 5% ぐらいのやつに比べたら、こっちは果汁が 28% だからすごいアップしてるはずなんだけど、実際に飲んでみると、6倍ぐらいのね、濃さになっているとは言い難い。非常に言い難い。別に 5% と味変わんねえじゃんって。ぶどうの味変わんねえじゃんって。別に濃いって感じしないんだよね。普通のぶどうのチューハイと何ら変わんないような感じがするんで。そこがちょっとあれだよね。って何なのかと。そこなんだよな。結局さ、果汁が、の割には別に濃いって感じしないんだよね。するんだったらいいんだけど。そう、今日ですね。関係ないんですけど。ゲオに行ってまいりまして。まあ、
ね、ゲームを買ってきたんですが、あの、ゴールデンウィークのセールで、セール中で、なぜかゴールデンウィークにもなってないんだけど、5月になってないくせになぜかゴールデンウィークのセール中で、あの、ね、あの、1500円以下のソフトを3本買うと、その全部が、3本以上買うと、その全部が半額になるっていう。ね。まあ、ゲオラだったらおなじみのね、セールなんですけど、そこをまた今日っていうか、結構毎回行ってるんですけど、そこへ行ってまいりまして。まあ、3本買ってきたわけなんですけど、何を買ったかっていうと、あれですね。まあ、ここでぶっちゃけて言っちゃうと。まあ、ちょっと紹介しましょうか。はい、じゃがじゃーん。ポケットモンスター X を今更買いました。はい。今更。うん。まあ、もう、ね。もうそろそろ Z が出るんではないかと。噂をされてるんですが、うん。これが980円だったんで、違う、980円だ。これが980円。で、これ一つ買って、あと、あとは、プレステ3のフォールアウトのニューベガス。まあ、いわゆるこれは、TPS ゲーか ?FPS ゲーかな ?FPS ゲームかないわゆる。うん。このフォールアウトシリーズ。本当は3が欲しかったんですけど、3ちょっと高かったんで。まあ、こちら。こちらが980円。同じく980円。で、もう一つが、何買ったんだっけ。あ、これですね。じゃがじゃん、今更。FF13。これも980円。だから全部で、3000円近くで、だいたい3000円でしょ。3000円の半額で1500円で、こちら3本。買ってまいりました。まあ、FF13 は2も持ってます。13、2。11、12。13、2か。13、2も持ってるんですけど、やってないです。FF はですね、今、14が、あれ、FF14 ってこれ、確かあれだったっけ。オンラインゲームだっけ？あ、FF14 がオンラインゲーム。11がオンラインゲーム。14もオンラインゲーム。で、15ってもう出てたっけ？ 15 はもう出てる。15は、え？ 15 も出てんの？あ、15も出てる。多分出てますね。え？ちょっと待って待って。え、15出てんのこれ。またまたまた。15。15。プレイステーション4用のアクション RPG。発売日が。あ、まだ出てないんです。ってことは今の現在だと14が。一番出てる。しかもオンラインゲームと。15は多分普通のオンラインじゃなくオフラインゲームかな。だとは思いますけど。14ね。うん。FF は、いろいろやってはいるんだけど、
プレステ3になってからやってない。というか、11以降やってないですね。11はやったことあるんだ。オンラインゲームなんだけど。11がオンラインで。ね。11がオンラインで、クソゲーだったんで、そこ投げたんですけど。やったことある。10はやり込んだんです。10-2はまだやってないですね。うん。で、12もやってないんですよ。まあ持ってはいるんですけど、やってない。12もね、ちょっとやってみたいはやってみたいんだけど。まあ、いつか。12、13買って、またちょっとやるもんが増えたな。関係ないんですけど、最近やってるのが、最近プレイしてるゲームが、ですね。こちらです。ペルソナ。PSP 版のペルソナの1。1のリメイク、じゃあリメイク。リメイクですね。うん。ペルソナシリーズの、本来はこれプレステで出たんですけど、プレステのリメイクで PSP になったんですけど、これが、うん。いわゆる、プレステで出たやつの、かなり難易度が落ちてるバージョンなんですね。元々のプレステのペルソナ、1はですね、かなりの難易度が。で、鬼畜というか、ただのド M 専用のなんか、ゲームらしくて。ガチの、ド M しか喜ばないっていう、難易度らしくてですね。逆に、もうそれが興味が湧いて、買ったんですけど、まだやってないんですね。はい。買ったけどやってないのがかなりありました。ああ。まあ、ペルソナはですね、買ったけどやってないのが結構あって、ペルソナの2。違う、2は買ってないんだ。3と、3のフェスだったか、プレステ2のやつ。と、ペルソナのビータの、4のゴールデン。3と4持ってるんですよ。でもやってないんですけど。起動すらしてないっていうね。うん。どうなってんだよって。起動すらしてないとか。マジ笑わせてくれるわ。ね。まあ、そんなもんでもございます。俺かなりの積みゲーマー。最近は積みゲーマーになってまして。本当に。あと最近、これもやってるんですけど、若干やってないね。じゃん。スターオーシャンのセカンドストーリーのリメイク版、PSP のリメイク。セカンドエボリューション。っていうのをちょっとやってまして。まあ、スターオーシャンシリーズ、5が出るとなりまして、まあ、おめでたいんですけど。4のインターナショナル俺持ってるんですか？クソゲーだったんで。クソゲーっていうほどクソゲーでもないんだけど、あんまり面白くなかった。ボンゲーだったね。いわゆるボンゲーだったんで。まあ、ニコニコ動画には、今更ながらね、スターオーシャンの3、をやってる動画はアップしてますけど。今ね。スターオーシャン3は本当に面白いんで。あれを超えるゲームはない。そう。そしてあともう一つやってるのが、じゃん！以前ね、ニコニコ動画に上げたっていうか、つい最近上げたやつなんですけど。エルミナージュの2。の PSP 版です。こちらはですね、いわゆる、ウィザードリーの系列のゲーム。
簡単に言うと、ウィザードリーというのは 3D ダンジョン RPG の、有名なんだと世界樹の迷宮とかですか。あと、ペルソナ Q とか。ペルソナ、最近だと有名なの。ペルソナ Q ですね。みたいな、ダンジョン RPG。3D ダンジョン探索 RPG。うん。まあ、それの元祖がウィザードリーっていうゲームなんですけど、まあ、それも結構好きなんで。うん。このエルミナージュはその系統のゲーム。で、非常に評価が高かったんで、2を。まあ、1も評価高いんですけど、2も評価高い。2の方が評価高かったんで、買いました。うん。んね。という感じです。です。まあ。うん。ということで。うん。コクシボリ、これは、微妙。微妙ですね。まあ、まあ、いい、だって普通かな。なんか、コクシボリ期間限定とかって書いてて、プレミアムとかって書いてある割には全然別に。はあ、そうですか。はあ、そうですか。としか言えないぐらいの、大した、あれでもないんで。まあ、普通ぐらいでね。4443です。ご視聴ありがとうございました。